さて本日もマイラブリーワイフ続きプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。前回ね、まあ、一応聖堂のよくわかんない人からね、まあ、ルナの魂だよってランタンをもらえて、でね、まあ、ルナを蘇らせないといけないんだけど、これらのね、サキバスじゃないと、まあ、蘇生できないっていうのと、あとはここの、能力が備わってないとどうもね、蘇生できないんで、まあ、一時はちょっとね、サキバス育成単位になるかなと思います。まあ、本日も行きましょうかね。で、一応ね、もう、ローラさんとかもどんどん多分サキバスを、まあ、生贄にしていかないといけないんで。よいしょ。で、お金稼げないか。どうしよう、ジェシー。ちょっと好感度上げようか、ジェシーは。好感度上げて。で、エルシーはもうちょいで、一応コマックスにしとこうか。で、次の部屋が1万円か。よいしょ。ってことでのお金稼ぎできないからな。OK。ロールさんがマックスになったね。どうしようかな。またちょっと能力を上げて、まあ、生贄した時の、その、アイテムの質を上げるってことかな。で、一応、ジェシーも残るのを一応上げとこうか。あ、授業中か。交換の15番まで上がったか。そして、ちょっとお勉強させといて。稼いでもらって、よいしょ。まあ、生贄にする。どうなんかな。ちょ、好感度上げずに、まあ、生贄っていうか、まあ、ちょっと殺すことによって。あ、でも。好感度を上げて人間にして、まあ、ちょっとこう、殺せば、まじ、その、生贄すれば、少しは素材も良くなるんだろうな。あ、どうしよう。好感度上げてお金入れるんだけど、まあ、お金ちょっと今ないんで、困ったな。まあ、ちょっと、これでお金稼ぎを、まあ、ちょっとホテルが取り調べがちょっと長いね。よいしょ。ホテル取り調べちょっと長いんで、まあ、ジェシーさんはちょっとまあお勉強してもらって、で、あ、どうしても1000いっちゃってんのか。あー、であればまあ一応お金は稼げるね。稼いでもらって、で、まあ、ローラさんちょっと作法を学んでもらって、まあ、好感度を上げずにちょっと、まあ、素材をって感じかな。好感度、お金あげるもん、結局お金がないと。好感ちょっと上がるな。特性も一応手に入るか。諦めよう。そう、好感度は今回好感度は諦めて、一旦ちょっとローラさんをね、まあ、ちょっと生贄にして、主人公の経験値を稼いで、よし、ギリギリまで一応ね、今回まで能力上げよう。で、エルシンさんにはちょっとこうお金ここで稼いでもらって、ホテルがないとお金が貯まっていかないね。
ジェシーさんも一応さ、まあ、いけにえにして、でもお金稼ぎ系の先橋さんがなかなかいないんで、現状。地味になんかローランのなんか上がってるな、好感度。よしよし。で、これで、まあ一応ね、エッセンスもマックスだし、能力も上がってるから、あ、忠実？または聖堂の期間がマイナス1になります。あーなんか、すまないローラ、本当にすまない。エッセンスを、うわー、なんてこった。魔法使いの血、新しいのが。エルシーも一応はさ、エッセンスマックスになってるし、ガンガン新しい先発を行った方がいいのかな。どうしよう、どんどん新しいあのポイントを貯めて新しい先発を召喚した方がいいかもしんないな。行っちゃえ。いやー、すまない、本当にすまない。辛いな。ジェシーは一応お金稼ぎできるからね。ここのスキルを幸運をまず暗録したいな。この幸運を上げたいね。 OK で、上げるためにやっぱいるね、ポイントね、ガンガンね。よしよし、どんどんやっぱポイントいるな。よしよし、よしよしなのか分かんないけどね。ジェシーの、あ、陽気なんだ。チャームが 15% 上がる。あ、400まで上がってる、数値が、限界値が。ここのさ、能力をさ消せればいいのにね。で、会話が進行できるはず。よいしょ。で、ここだ。視力を良くする魔法はないのかな。あくまでも魔法で解決できるんじゃないのか。メガネかけなくてもね。メガネの方がシンプルで効率的です。力の無駄遣いはしないで済みます。なるほどね。あ、説得上手。建築費用がマイナス30、いいじゃん。あ、エッセンスの最大値も上がってる。よしよし。で、一応召喚しましょうかね。新しいサクバスを。で、手に入ったの。手に入ったのが、魔法使いの血。そこから一気に魔法使いの血を使っていっちゃおうかな。で、普通の、血液系でいこう、一気に血液系で。はい、またなんか、あれ、ここどこ、かわいらしい。うわー、なんかちょっと羽の目がついてるのやばいな。経済的、あ、獲得するお金が、金作税が増えたってことは、場合によっては、まあ、ジェシーと入れ替えてもいいってことか。まず様子見だな。やったぞ。ジェシーは、あとここで、ジェシーは、まあ、経済的、ついてるからね。で、あと、一人。ちょっと、金属系、一気に見てみる。金属系ってか、名前でしょうか。錬金術。ほ、どうよ。バーバラ。あ、待って、この人、器になる。この人、器になる。
しかもサキュバスじゃなくないもん、完全にこれ。天使じゃん。成功したぞ。バーバラは完全にもう取っておかないとね、この子、器だから。あ、やべえ、でも器、あ、やべえな。仕事に取りかかる。でまずはジェシーでお金稼ぎをする。これさ、好感度別に下がってもいいか。ジェシーでも、あ、でも後々一気にすると考えると好感度も上げるからな、後々ね。後々上げればいいか、別に上げ直せばいいか。で、この舞が、まずは作法でお金稼ぎ用の。でも、ここさ、入らない。どうしよう、OK。交換の別に今ないからね。よし。で、バーバラも一応、お勉強させとこうか。よし、OK。お、なんだ、竹橋の部屋に滞在しています。彼らは部屋から出て、なんで勝手に入ってんの。普通に考えて追い出すでしょ。別の部屋を探す。交換の取得できるのであればね、交換の取得しようか。よしよし、 OK。 ジェシーの交換の上がってる。あ、ジェシーをちょっと人間化してもいいかもしれないな。あ、なんだ、サキュバスのクラスメイトが入ってきて、これ、あー、嫌がらせか。ぶっ殺せ、ぶっ殺せ。あ、でも、ここ悪い特性があるから、ここ、あ、こっち行こう。サキバスに対処させよう。バカらしいけど、まあ、いい。目がなんかもう、大丈夫か。よいしょ。なんだ。お、君の音がします。怪しいな、やれ顔たく。ちょっと、じゃあ、確かめに行ってもらおうか。でもここは獲得しとこう、好感度。また勉強しに行ってもらってと。で、どんどんやっぱ新しいサキュバスをさ、やつって、で、主人公の能力をアップしてを繰り返していくのかな。例えばさ、何か新しい素材、精度の方どうだ。ダメか。どんどん勉強してくれ。一応バーバラさんがさ、その器になるっていうけど、また同じ人を召喚できるのかな。そこちょっと怖いね。で選ぶようにしてほしいな。ジェシーはちょっと好感度上げ始めようか。次の生贄候補、あの経済的がさ、そのこの舞が新しいその金策がかりになりそうだからね。お、よしよし。まず貯めてと。お金貯めは結構時間かかるね。まあ、のんびりと上げていくのもいいけど、またあと好感度上げるのであれば別にね、ここを気にせずにガンガンいいのかなと思うんだけどね。まあ、いい時はね、育成ターンですね。さあ、どん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 いくぞ。よしよし。さあ、どんどん頼む。さあ、どんどん頼む。OK。まあ、新しいサキュバスをさ、またこう、一人雇って、効率を上げるのもまあ、ありかもしんないけど、どうだろうな。OK。で、前の能力がもうだいぶ上がってきてるね。いいよ。
かなり上がってきてから、一応確か何まで上がったっけ、400ぐらいまで上がったっけ。お金稼ぎがかなり効率いいと思うんでね。よしよし、大きいよ。で、なんか、好感度が 200% で、待って、好感度が 200% になる。うわー、ジェシーの好感度上げまくって、まあちょっと生贄じゃないけどね。なんかラグジュアリー、わー、チャーム、ほうほうほう、チャーム上げていかんとか。じゃあちょっと好感度上げに行こうか、ジェシー。ちょっと、あ、でも今ちょっとここのお金上がるんで、ちょっと今お金上がってるんで、ここちょっと行こう。能力をちょっと上げまくろう。あ、前に行かせればいいか、歌は。ジェシーの好感度上げに移ろうか、そろそろ。好感度だけちょっと移ります。もうちょっと投資したらちょっとまずいか、お金が。ここで好感度上げして、で、ダンスでマイさんにお願いして、でバーバラがまた、よいしょ、ここで勉強してもらって、と、よしよし。一応ジェシーを、まあ一応人間化してみよう。でちょっとこう新しい素材じゃないけど、でもな、なんか大丈夫かな、いろいろと。好感度を上げていきます。でお金を稼いでもらいます。でバーバラさんもちょっとマネーを稼いでもらおうか。好感度上がってないからね。いや、ジェシー好感度がね上がるらしいからね。よし、200までね。あと能力もさ、一応上がり幅が上がったんで、そこもちょっと気になるな。まだ上がるもんね。どうしよっかな、ちょっと上げるか能力。今度いっちゃうけど、まあいいや。能力上げて、一応ね、まあ生贄にした方が一応いいらしいんだよね。で一応バーバラさんはどんどんお勉強して、でマイさんはお金稼いでもらって、ジェシーは一応、まあ、能力、あ、いっか、ちょっと、好感度上げて、新しい、あ、ちょっと仲良くなってるな。どんどんこう、有効度じゃなくて、その、まあ、好感度上がってるけど、好感度 200% はどんなもんなんかな。勉強もできて300も上がったね。こっちも上げようか、バーバラさんは。でマイさんはどんどんお金稼いでもらって、ジェシーさんまた好感度上げて200まで一応上がらしいからね。ジェシーさん好感度100まで一応上がってるけど、100以上まで上がってことで 200% までさっき出てたから上がってるよね。上がってなくないか。あ、野鳥が、野鳥狩りができる方法。お、どうしようか。ここは管理人にさせようか。特性が手に入るからね、一応ね。
よしよし。上がってるか。あ、上がってないね。 200% まで上がってなったのにね。ちょっとわかんないな。で、マユさんに。で、バーバラはもう300まで上がらない、300以上上がらないから、ここでまた会話でお勉強してもらって、一応、ジェシーさんが一応、ここで、よいしょ。あとは、このエッセンスポイントを貯めてもらって、で、一応まあ、人間化して、生贄にしよう。しとかないとね。お金稼いでもらってと。ジェシーさんもちょっと勉強しといて。こっちか。でバーバラ勉強しといてと。主人公のちょっとポイントも減らね。よし。で。ここでジェシーの好感度 100% なんで、どうなるか分かんないけど試してみよう。さてここで彼女ともっと会話したら別の判断ができるかもしれない。会話できない、会話できないの。会話、彼女が正しい器に違いないって言ってるけど、うわー、なんか失敗したって言ってる。一応これでユニコーンの角と箸の杖と人狼の血、失敗するのはもう分かってたんだよね。失敗するのはもう素材っていうか器がさあ、これ一応主人公理解してないってことね。誰を信じたらいい。一応聖堂側はさ、器になるサキバス、分かってたじゃん。タスク、なしになってるけど。まず能力取らないと、能力ね。どうだった能力。あ、ここだ。まずここがいるのと、あって。これとこれとさ、あー、ここの各端っこは全部いんのか。分かった分かった。ってことはまあここと、まず取っていこう全部。各ポイント、さっきはそう、ちょっとまあどん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 生贄にしていかないとね。新しい、よいしょ、レベルが高いの来たね。よいしょ、ユニコーンの角1個しかないな。あ、なんか色があるからさ、同じ色とした方がいいのかな。どうだろう、これでどうだろう。チャームがすごいな。すごい。サキバスじゃないよね、完全に。全く何の言うの。よいしょ。あ、経済的、あ、経済的な人がまた。よいしょ。あ、でも、今、経済的な子は一応前がいるから。よいしょ。あと一応、ここの。いや、調子はどうだ。寝ちゃってるよ。おーい、ズーズー、寝てる。誰って言われてるよもう。お、まあ、ちょっとここはレベル高いとこ。寝るのが好き。ほうほうほう。
居心地どう？こっちの方が静か。よかったよかった。ジェイクだ。はじめまして。友好的だね。おやすみなさい。おやすみ。こんな簡単に自己紹介初めてね。そうだよね。ちょ、会話すればね、スキルを覚えたりもするからね。何、ジェイク？お、話してもいいよって言ってるね。新しい暮らしは慣れたか？お、仕事なんて思ってないよって言ってるね。食事するのと同じか。あ、私の力覚えないな。まあ、一応この経済的に被っちゃったね。よしよし、まあ、仕事に取り掛かりましょうか。あと一枠ちょっと頑張ってお金稼ぎたいから、舞さんはもうガンガン稼いでもらって、なんだったらもうここ投資しようか。よいしょ。好感度はさ、もうゼロだからさ。よしよし。で、このガードルド、ガードルードさんは、あの、一応ね、お勉強をしてもらって、で、バーバラさん、一応この人はね、まあ、一応器になりうる人だから、まあ一応、稼いでもらって、エッセンス。でもスキルがないからね、一旦まあ一応、多分同じね、こう、サギバスも召喚できるんで、一旦まあちょっとこう、生贄にして、後々またね、召喚すればいいと思うんだけど、この人もさ、このアイコン違ったかな？さあ、お金を稼いでくれ、どんどん。タスクはなしになってな、ちょっとね。多分、ルナを蘇生するのが目的かな、今は。見た目はサキバスじゃないよ全然ね。なんかこう8人種って感じだな。なんかこうよくこうゲームとかで設定理由。よしよし、お金溜まっていくな。あ、来た来た。あ、調子はいかがですか。お、なんだ、聞きたいことがある。何なりと、そっちの魂を守ったモテキを教えてくれ。そうだよね。魔術の研究者、彼は強い悪魔のほどを感じます。ああ、そういうことか。確かにちょっとフィリップ怪しかったもんね。ルナがどうして。彼女は大いなる目的を持つ者と共にいる。ターゲットにされてもおかしくありません。大いなる目的なんだ。一面がある。隣のなの、本当のこと。ああ、やばいな。本当のこと、フィリップは彼は悪魔なんだろうか。いや、そんなはずは。うん、こいつ怪しいもんね。口もないしね。まあ、悪魔とか聞かない方がいいよね。そう、この町にこんなに詳しいんだ。そう、母の病気を治すためにあっちこっち回ったんですよ。妙なことに気がついた。悪魔がうようよしているという。ああ、そう、悪魔がうようよ。やばいな。
しい町だった。ある集団が来た途端町が栄え始めた。制度が怪しいこと、それ以来人間サキバスと暮らすことは普通になった。あ、どっちを信じていいのかな。別に人間に害がないのであればさ、全然一緒に暮らしてもいいと思うけどな。でも聖堂の人たちはさ、一応ルナの魂をさ助けてくれた。なぜこんなものを僕に。サキバスにバラを渡す。これをサキバスに。どう話すべきか。なんかフィリップも察してるね。サキバスに贈り物か。良いアイディアだ。いやー、ちょっとまたサキバスに贈り物渡そうってなってますけど、一応次の生贄にするときに好感度上げに多分ね使うパターンだと思うから、一時はまだいいかな。ちょっといろいろと分かってきたね。いやー、やばいな。ちょっとこの舞を、まあ、経済的な稼ぎ頭にして、で次、まあ、一応バーバラか、まあ、ガードルートさんを次の生贄にしようかなと思ってる。あとちょっと部屋も増やしたいね。あと一部屋ね。よし。ってなわけでね、本日もお付き合いいただきありがとうございました。まあ、ちょっとなんかこう悪魔かもしれないとか謎のこうね情報もいろいろ入ってきたけど、まあ、どうなっていくのかね今後ね。まあ、不安であり、まあ、楽しみでもある。どうなっていくのか。いや本当どうなんだろうね。ってなわけでね、本日もお付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければまた次回もね、ぜひぜひ見に来てください。ではでは、お疲れ様でした。